立ち風は、海上自衛隊の護衛艦。立ち風型護衛艦の一番艦。艦名は、立ち古る風に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍のミネ風型駆逐艦、立ち風に続き2代目だった。立ち風は、第三次防衛力整備計画に基づく昭和46年度計画3800トン護衛艦2308号艦として、 三菱重工業長崎造船所で1973年6月19日に寄港され、1974年12月17日に浸水、1976年3月26日に収益し、第2護衛隊軍に直轄艦として編入され、佐世保に配備された。1976年5月10日、佐世保基地において、 出航前のエンジンテスト中に、縦紙第7岸壁に激突、監渉部、約2メートルが、岸壁に食い込んで損傷し、この時、監渉付近にいた、上員2名が軽傷を負った。同年8月10日から12月13日の間、ターター装置装備認定試験のため、米国ロングビーチに派遣。1980年11月1日から12月17日まで、 護衛艦、菊月、餅月、P-2J8 機と共に、ハワイ派遣訓練に参加。なおこの年、収益時に未装備であった対空レーダーが装備された。1982年に艦隊平洋合同、演習に参加。その後、1986年、1992年、1996年にも参加した。 1983年3月30日、第2護衛隊軍令下に、第62護衛隊が新編され同日付で、収益した沢風と共に編入された。同年6月28日から8月16日の、相場護衛艦、倉間、浅風と共に、ハワイ派遣訓練に参加。1993年3月25日、 第4護衛隊軍第1護衛隊に編入され、低傾向が横須賀に転籍。1995年3月16日、第4護衛隊軍令下に、第64護衛隊が新編され、朝風と共に編入。1998年3月20日、護衛艦、村雲の後を受けて、護衛艦隊第4大機関となる。 石川島マジュ工業東京工場において52番砲塔を撤去し、その後に司令部設備を新設するなどの期間への所要の改造が施され、7月10日に引き渡された。2004年10月27日、立ち風の一等開始が立合川駅で飛び込み自殺した。2007年1月15日、除籍。2009年6月5日から8日にかけて、 八丈島南東海域で行われた実弾訓練により、複数の艦船と航空機の艦型標的となり、撃沈処分された。ありがとうございます。